はいえー、まあね思考の違いが結果の違いかなと思いますし思考の違いが行動の違いになってくるかなというふうに感じます、まあ、私はね、えー、やっぱりこう同じ景色を見てもそこから何を引き出しているのかなとかね同じ現象の中で暮らしていてもどこに目を向けてどこに思考を向けているのかなによって行動や結果が全く変わってくるんだろうなと思いますそういう意味で言うと同じ会社に勤めていて働いているようであっても、えー、創業者さんね起業家さんあ社長っていうのは 何を見てるかっていうと社会から何をねまあ社会からそうですねどういうふうなお金を引き出そうかなと考えてるんですよ社会からマーケットからお金をを取り出すすてことを考えてますよね、まあ、だから社会に喜ばれるようなこととか社会が必要なものにものすごく自分の思考を巡らしてるんですよねでも従業員さんっていうのは社会からじゃなくて会社からなんですよ会社からどのようにお金を引き出そうかなどうやって給料もらおうかなどうやって出世しようかなと。 ですちちすよ。よ会社からなんででね。でも創業者さんは社会からなんですよ外に対してどういうふうに、えー、ギブアンド・テイクを繰り返していこうかなって感じてるんですよね、まあ、だから従業員さんっていうのは上司にイエスマンになりがちでもう自分の自分から見てね権力を持ってるものにもうビビりまくんですよね、うん、で社会のことが全く見えないんですよ全く見えてこないんですあの見えてるつもりで見えてないんですよ 見見ええててるつもりだから見えてないんでですよで社長ってのは社会が何を求めてるのかいっつも悩んでますよね。いっつも悩んでいて100トライするんですよ。100トライしてまた違ったかーって世の中の人は何を考えてんだどうやったら自分の会社を支持してくれてんだって本当に悩みにくいんですよ。でも従業員さんはいや世の中ってのはねこういうもんだよって言,か、ね、<laughs> 言っちゃうんですよ。世の中は見えてないのに。で全く同じ その会社とか、ね、社会で暮らしてるのにこれほど見方が違うんですよねだから永遠にお金に手を伸ばせるわけないんですよ従業員さんがお金持ちになる方法としてはあのやっぱりね創業者以上に創業者のことを考えてあげるそして創業者以上に創業者の行動を自分でね代替してあげるってことになるんじゃないかなと思いますよねそんなつもり全くないですよね休みには休んじゃいますしね勤務時間終わったら頭も終わっちゃいますからね 切り替えてオンオンフとか言うわけでしょ社長にはオンオフないですからずーっとオンですからオフになる時ってのは死ぬ時なんですよねなあそういう形であの全然違いますね創業者ってのはいつもビジネスをやってますけども従業員さんってのはビジネスをやったりやらなかったりなんですよ、うん、いやいやいやねえこの YouTube もすごいですね私もうでにね稼ぐためにやってるわけじゃないんですよでも稼ぐために 何か頑張ろうとする人が、まあ私のレベルでもできないってことになると、どうなるんですかね。私が稼ぐためにやってるんだったらね話はわかるんですけども、稼ぐために色々とやる人がここまでの行動がないと、稼げない人ですよそれは。<laughs> 稼げないよな。私もね稼ごうと思ってないんだけどこれやってますからね。なんかそこを見てもやっぱこう同じところに住んでいて同じ景色を見ても受け取るものが違う。 かなと思うような日々でございますねはい、えー、それではね今日の3本目の動画は企業家マインドということでございましたそれでは失礼します